動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ケモケモフレフレ、ケモノフレンズ、ケモノフレンズ3実況やっていきましょう。ですね、ただいまですね。6時44分でございますね。朝っぱらからやっております。はい、7日目最後の、ログインボーナスですね。はや、プレゼントありがたく受け取りなよ。あざす、先輩あざす。どういたしまして。明日の分もあるからちゃんと来るように。オッケー、オッケー、オッケー。開催ね、まだ大丈夫。さあ、ですね、今日はですね、1月8日ということでですね、イベントが最終日となっておりますので、とっととやっていきましょう。今日の、本日のですね、3時まで、3時じゃないな、2時までです。まだ3話までしかクリアしておりません。こっからね、多分5話ぐらいなので、あと、2話クリアしないと、この3話を除いてあと2話クリアしないといけないですね。さあやっていきましょう。ですね、前回はですね、美味しいミルクの材料を探しに、オーロックスから、美味しい草の場所を聞いて、で、そこに向かった、ホルスタインなのですが、途中ね、セルリアンの大軍と遭遇してしまって、で、そこへですね、ヤクが助けに入ってくれたっていうね、そっからやっていきましょう。ぬへっほう。ふう、どうやら周りにはもうセルリアンはいないみたいね。二人とも、怪我はない？ああ、助かったぜ、ヤク。ありがとうございます。なあ、ヤク、力比べしようぜ。おい。今、そういうことじゃないだろう。な、オーロックス、あれか、バトル系の、あれか。ふふ、相変わらずね、オーロックスは。相変わらずなんだ。でも、力比べをしにわざわざ来たわけじゃないでしょ。オーロックスはともかく、ホルスタインも一緒なんだもの。どうしたの？一緒にトレーニング？私、こっちに美味しい草があるって聞いてきたんです。美味しい草？思い当たらないですか？俺がここにトレーニングに来た時によく食べてる草があるんだ。ホルスタインはそれが欲しいんだとよ。新しい牛乳を作ろうと思っているんです。飲むととっても元気になれる牛乳を。その材料に美味しい草を使えないかなって思いまして。なるほど。そういうことだったのね。まあ一瞬びっくりしますよね。草、美味しい草って言われてね。私もついて行っていいかな。ちょうど散歩をしていたところだし、その美味しい草を私も食べてみたいの。ああ、もちろんいいぜ。な、ホルスタイン。はい。いい返事だ。よし、それじゃあ行くぜ。こっちだ。たっ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 つって。山から一気にこの、湖。わあ。山の上に、こんな湖があったんですね。ああ、すげえだろ。この辺りの草は、本当に美味しいんだ。本当にそこら辺の草だった。なんかもうちょっと違ったやつかなと思ったんだけど、本当にそこら辺の草だな。マジでトレーニングした後にそこら辺の草食ってるのか。
や、あのトレーニングしたに、トレーニングした後に、まあね、お腹空いたからそこら辺の草食うのはいいんですけど、これを牛乳に入れるの。どれどれ、早速もぐもぐ。おいしい。これは食べたら元気になれますね。ふふ、本当に美味しいね。それでこれを集めればいいの？集める？ここで牛乳は作れないでしょ。草を集めて持って帰らないと。おお、言われてみれば。いや、別にそこでも牛乳作れるんじゃないかな。橋のところ、橋の周辺で作ってたから。よし、ホルスタイン、俺も手伝うぜ。もちろん私も手伝うよ。はい、二人ともありがとうございます。なんか楽しくなってきた。こらこら、油断しちゃダメだよ。お腹いっ。さあ、というわけでですね、そこら辺の周辺の草を集めるために、セルリアンをパッカーしていきましょう。邪魔なセルリアンは消毒だ。みんなは私が守る。合わせて。さあ、大きな声でセルリアンバイバーイってね、パッカーン。ロックオン、一撃アントラーっつってね。やっぱり一撃アントラーは必殺技として、言いやすいよね。もう、ヘラジカ心配しすぎ。はい、はい。じゃあ、わかりました。トナカイにも頑張ってもらおうか。さすがアイドルの力。アイドルはね、一撃でセルリアンをパッカーンできるようにならないといけないんだよ、つって。嘘。私、やったやった、やりました。毎回ここにね、ここで驚くのって面白いよね。あんだけセルリアンパッカーンしてきたのに。え、嘘、私、初めてやりましたみたいな感じでね。あ、でもこのわざと見た、このわざと驚くのもアイドルとして、一つの要素ではないのだろうかってね。リアクションって大事だよね。お、久々のブラックバックさんですね。さてと、準備は万端です。早速、美味しくて元気が出る牛乳を作っていきますよ。その名も新年マックスサンライズ牛乳です。あ、タイトルここで回収すんのか。その新年マックスサンライズ牛乳は、草を原料にした牛乳っていうのがね、まあ生えてる草でも、ヨモギとか、そういった食べれるような感じの草だったら、普通にね、料理の材料とかに使われる感じの草だったら、まあ牛乳と合うんじゃないかな。あ、でもヨモギ牛乳ってあったっけな。いや、ないか。お茶っぱぐらいだったら混ぜても大丈夫だと思うんだけどね。緑茶牛乳。なんかありそうな気がしたんだけど、あったっけな。おお、すげえ。ちなみに、なんでそんな名前なの？そりゃイベントのタイトルだからさ。初日の出みたいに元気がもりもり湧いてくる牛乳だからです。ね、夢がもりもりっつってね。そいつはマックスだな。オーロックスがそこ回収すんの？じゃあ、オーロックスじゃない。オーロックスか。オーロックスがそいつ、そこを回収すんの。それで、どうやって作るんだ？それは、今からいろいろ試します。そうだよね。設計図は君の頭の中にしかないもんね。うまくいきません。そりゃあね。そうか、俺はこれ好きだぞ。あんた、何でも食いそうなんだけど。草と牛乳をいい感じに混ぜ合わせた。野菜牛乳、野菜かな。あー、でも意味的には野菜かもしれないけど。ちょっと違うな。元気がもりもり湧いてくるぜ。それはオーロックスだけだよ。でも、
ちょっと苦くないですか？ああ、でもそれがうまい。オーロックスはな。私はこれがいいと思う。草のお茶と牛乳を混ぜたミルクティー。飲むとなんだか心が安らぐの。まあ確かにそっちでもね、日本カワウソを落ち着かせることはできますけどね。ただ元気になるのとは違うのかもね。そうなんですよね。もう少し別の方法も。どうした？また考えすぎて牛乳を届けに行くのを忘れてしまった。私忘れてしまってました。それなら私たちが手伝うわ。そうだな。俺たちが配ってる間、ホルスタインは考えていてくれ。すみません。よろしくお願いします。さあ、というわけでですね、ホルスタインはですね、この美味しい牛乳をね、新年マックスサンライズ牛乳を完成させるためにね、このセルリアンをパッカーンしながら、その配合の方法をね、考えるっていうね。さあ、牛乳の犠牲になってくれ、セルリアンども。あ、おしゃれさんですね。みんな、怪我はない。これは、ブラックバック。これは、漆黒のおしゃれさんですね。あ、メガネつけてる。ブラックバックのこの衣装ってメガネつけんの？え、メガネって、帽子は今まであったけど、帽子は今までね、つけてるのとか見たけど、メガネつけてるのってあったっけ？これは、ブラックバックさん、ガラッと印象が変わりましたね。中二病から一気に大人へ、つって。おとなしめの、レディーに。レディーじゃん。女性。なんだっけ？まあ、レディーでいいか。適当。くっそ適当な返事。いいね、この回。危なくなったら、すぐ下がる。でしょ？わかってるよ、ヘラジカ。さあ、このサンライズマックス牛乳を作るために、いよいよ、ホルスタインも参戦いたしましたよ。わかりました。ね。言っとくけど、決してセルリアンを牛乳の材料にしちゃダメだよ。あ、そうかそうか。セルリアンたちに、お前も牛乳にしてやろうかっていうことですね。新しい牛乳のアイデアが浮かんでしまったか、ホルスタインっつってね。名付けて、セルリアン牛乳。なんかな、冗談で言ってみたけど、マジで作りそうだな。どんどん行きましょう。セルリアンを材料にしたセルリアン牛乳。はい、あ、しまった。まあいいや。はい、勝ちました。そうですね、さすがヘラジカ様ですね。ヘラジカ様はね、強いんだぞっつって。さてと、牛乳配達もこれで終わりだな。ホルスタインのところに戻るか。美味しい牛乳ができているといいな。お、ヤクじゃないか。お前も配達終わったみたいだな。ええ、これから戻るところよ。あんまり悩みすぎていないといいんだけど。ホルスタインはのんびりしているけど、こだわりは強いからな。うん、確かにこだわりは強いと思うんだけど、ちょっと方向性がね。
ほんと世話が焼けるやつだぜ。ふふ、そこが可愛いところでもあるけどね。はは、違いねえ。ホルスタイン、戻ったぞ。みんな、ホルスタインの牛乳を喜んで。おっと、ここで何が起こったのか。もしかして、調合の失敗で爆発が起きたのか。キュー、あー、考えすぎて頭が爆発してますね。ホルスタイン、ちょっと、大丈夫？大丈夫です。いえ、大丈夫じゃないです。納得のいく牛乳が作れません。はっ。なんだ、そんなことか。そんなに心配することねえって。オーロックスは、ね。まあ、そんな、悩む、簡単に、まあ、悩みがないタイプ、まあ、ですからね。お前は頑張っているんだし、この牛乳だってすごくうまいぜ。きっとすぐに納得のいく牛乳が作れるさ。まあね、気休めなんですけども。まあ、オーロックスがこうやってね、励ましてくれるところが、いいやつなんですね。そうですよね。私は、そうは思わないかな。おっと、ここで役が厳しいこと。え？ホルスタイン？新しい牛乳を作るのはやめた方がいいかも。おい、役、それはどういう意味だ？ホルスタインがどういう思いで挑んでいるのか知らないわけじゃないだろ、知らないわけじゃねえだろ？ええ、みんなを喜ばせたいから美味しい牛乳を作りたいんでしょ。それはとってもいいことだと思うし応援するわ。でもホルスタイン、あなた自身は今喜んでる？それは私にはあなたが苦しんでいるように見えるの。だから牛乳作りを頑張ってなんてこれ以上は言えないわ。おい、ちょっと待て。こういうのは筋トレみたいなものだろ。違うな違うな、筋トレのようなものではないな。苦しさを乗り越えてこそ成功があるんだよ。まあ、そこは若干正しいところもあるんですけどね。牛乳作りは苦しさを乗り越えても成功するとは限らないと思うな。なんだと？あ、あわわ。あわわって。さあ、初日の出のように、クリアいたしました。ですね、オーロックスとですね、草を取りに行く最中、ヤクに、助けてもらい、そしてですね、ヤクも、ついていって、なんとか美味しい草を集めることはできましたけど、そっからですね、その美味しい草を使った牛乳作りを開始したわけなのですが、なかなか、制作が難航いたしまして、ね、ついには、ホルスタインが、ホルスタインは悩みすぎて爆発してしまいましてですね、これをめぐってですね、オーロックスと、ヤクがですね、ヤクの意見がですね、対立してしまいましたね。果たして、この事態どうなるのでしょうか。ヤクの方はですね、牛乳をもう作るのはやめた方が、新しい牛乳を作るのはやめた方がいいと、アドバイス。で、オーロックスはですね、この苦しさを乗り越えて、新しい牛乳は生まれるんじゃないかっていう意見なんですけどもね。果たしてどちらが正しいのか。ね。まあ、作品作り、料理とかもそうなんですけども、作品作りとかね、ああいうのってね、確かに、苦しんでまでやることなのかっていうのもあるんですけども、その悩みに悩んでできたものが、すごく輝くこともあるんですよね。うん、
漫画家、まあ一番は漫画家がそういうのが分かりやすいかな。やっぱり、ね、人気ある漫画とかは、書いてる本人が、もうノリに乗って楽しく、書いている、書いているから、長期間続けられるっていうのもありますしね。まあ、まあでも、商業だと人気に左右されがち、左右されがちですからね。必ずしも、楽しいから売れる、楽しいから、続けられるけども、売れるとは限らないですからね。うん、で、そこに売れる、どうやって売れるかっていうところを重点に置くと、やっぱり、その、書いてる楽しさっていうのが、創作する楽しさっていうのが半減してしまうっていうね。うん、確か、ゴルゴ13の、斎藤隆夫がそうでしたね。どっかのどっかのインタビューかなんかで答えるというときに、ゴルゴ13は書いててつまらないって言ってましたからね。その、インタビュー漫画によるとですね、超人バルムワンという特撮を斎藤隆夫が原作をやってたみたいで、で、超人バルムワンの話をしたときに斎藤隆夫が超人バルムワンの続きを、書きたくなってきたっていう、この創作意欲が、ね、もりもりと出てきたっていう話がありましたもんね。ただそれを、そのスタッフの方が、ゴルゴ13が書けなくな、ゴルゴ13を書かなくなるのでやめてくだ、ストップがかかったっていうね。そういうエピソードがありましたからね。あれちょっともったいなかったなっていう。まあそういう感じでですね、もう作っている本人がですね、やっぱり、楽しくないと、いいものっていうのはちょっとできないのかなっていう、ね。そういう感じもありますね。うん、ただ、その楽しさが、その楽しさの中に、まあ、苦しさも混ざっているのか、それとも、もう、その純粋に楽しいだけに集中しているのかっていうのはちょっとわかんないんですけどね。うん、さあ、第3話、ここら辺で終了いたしたいと思います。第4話はですね、次回となっております。元気を上げるための元気ということでですね、ホルスタインの、作る牛乳の行き着く先は一体どっちになるのでしょうか。さあ、それではこの辺で、バイバイ。